こんにちは、ヤオコーの横山です。今回も女子栄養大学の武見ゆかり先生にお越しいただいております。先生よろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今回ご紹介するお味噌は、前回の動画でも紹介した通り、6月はマスヤ味噌のやみつきにんにく味噌です。こちらは甘みやにんにくがブレンドされているお味噌です。続いて7月はマルサンアイさんの本場赤だしです。こちらはだしがブレンドされた赤味噌です。はい、これまでですね、このお味噌汁でおいしく健康にのコーナーでは、お味噌汁をね、どういうふうに工夫していこうかっていうことを中心にお話してきたんですけれども、今日はこういうちょっとね変わったお味噌なので、お料理にも使えるっていうことで、お料理でこんなふうにお味噌使ってみましょうっていうご提案をしたいと思います。実際こういうね、お味噌なんかお買いになっても、お味噌汁だけだとちょっと使い切らないわっていうお家もあると思うので、ぜひね、いろんなバリエーションがあるっていうことを今日は見ていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。そういうことなので、今日はこれまでのこのお味噌汁でおいしく健康にのコーナーで、お味噌汁のレシピをね、考えてきてくださった戸川恵さんに来ていただいてます。はい、戸川さんお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。戸川恵さんは女子栄養大学の卒業生なんですけれども、大学を卒業した後、企業などでフードコーディネーターとして商品開発とかレシピ開発などに携わっていらっしゃいました。そして今はですね、女子栄養大学大学院の博士課程の学生でもあるんです。素晴らしいですね。それにね、加えて言うと、女子栄養大学は1955年から子ども料理教室というのをずっとやってます。もう70年近く、そこでもう十何年かしらね、戸川さんが子ども料理コースの講師をして、子どもたちにお料理を教えてるんです。はい、ですから今日は戸川さんにこのお味噌を使ったお料理ですね、考えていただいたので、実際に作っていただいて、はい、皆様にご紹介していただこうと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速、マスヤ味噌のやみつきにんにく味噌を使ったお料理です。今回はパプリカとズッキーニを使った炒め物をしましたが、これから夏に向けてナスやピーマンでも美味しくいただけます。味噌は最後に加えていきます。少し焦げるかなと心配されるかもしれないんですけれども、弱火にしてしっかり混ぜていただければ大丈夫です。味噌はニンニクが入っているので、絡めるだけではなくて、しっかり炒めて香りを引き出してあげると、より美味しく仕上がります。焼肉のタレのように、この味噌のタレも使っていただけると、いろんな味のバリエーションとして使っていただけると思います。戸川さん、ありがとうございました。カラフルでとっても美味しそうですね。ありがとうございます。ご飯と一緒に盛り付けてみました。今日はですね、このご飯で主食、それからお肉が入ってて、主菜、それとお野菜が入って副菜っていうことで、今までもお話ししてきた主食、主菜、副菜が揃ったお食事っていうのは、これ一皿でもできるんです。でも、もうちょっとお野菜しっかり取りたいなっていう場合にはね、手作りで何か一品作っていただいてもいいんですけれども、これヤオコーさんの定番サラダなんですけれども、こういうものをね、一つとかね、組み合わせていただいて、いろんな種類がありますので、お好きなものを選んでいただく。でその時にやっぱりちょっと気をつけていただきたいのは、裏を見て、食塩量ですね、あんまり多くならない、これ大体みんな 1g 弱ぐらいの、少ないんですけれども、そういうものを選んでいただくとすごくいいと思います。それからもう一つはフルーツですね。果物、日本人は不足しがちです。1日の目標は 200g ですから、やっぱりこういう時にちょっとね、フルーツを入れると、なんか彩りもいいし、綺麗なので、ぜひ果物も一緒に召し上がっていただくといいと思います。続いて、マルサンアイさんの本場赤だしを使ったお料理です。味噌を冷水で溶き伸ばして、ごまを加えていきます。この味噌はだし入りなので、濃縮めんつゆと同じように簡単に作っていただけます。濃厚なめんつゆなので、今回は食塩ゼロうどんを使いました。よく絡んで美味しく召し上がっていただけます。戸川さん、ありがとうございました。
薬味をたっぷり使って爽やかに仕上げてみました。はい、本当ね、あの夏にぴったりって感じですけれども、はい、こちらも、まあ、下におうどんが入って主食、それからお肉で主菜、あと薬味のお野菜で副菜っていうことで、主食、主菜、副菜がね、まあ、なんとか揃う一品なんですけれども、ちょっとお野菜とかやっぱり少なめかなって思うので、あのもう一つこういうあのサラダとか、あるいは手作りのものとかでね、お野菜などを組み合わせられるととてもいいお食事になると思います。はい、これから暑い季節になるので、私もぜひ作ってみたいと思います。ありがとうございます。先生、今回この2つのお味噌でとっても簡単にお料理ができましたね。はい、そうなんです。まあ、お味噌っていうとどうしてもお味噌汁って思いがちなんですけれども、今日はいろんな使い方があるっていうことを戸川さんにね、考えていただきました。でさっきお見せしたお食事のように、まあ、あのお味噌を使ってね、一品こう作れれば、あとはまあご飯を炊くとか、それからあのもし大変だったらお惣菜をね、買ってきて組み合わせるとかっていうことで、まあ簡単にあのバランスの良い食事になります。まあ、これから夏暑いですから、やっぱりお料理もね、大変になると思うんです。まあ、そういう時は無理せず、頑張りすぎないで、楽しく美味しい食卓を整えていただくのに、こういうお味噌ね、活用していただくといいと思います。はい、今回もありがとうございました。どうもありがとうございました。こんにちは、ヤオコーバイヤー田口と申します。8月は新潟県産の大豆と米で作った麹味噌に、9月は信州味噌さんの蔵開き白粒の味噌になります。